ックヘッド対決よいしょ。期間限定のね、パフェがね、出ちゃって。え、チーズ&クッキーやったっけ。チーズ&クッキーで、なにこれ。これはですね、スーパーチョコレートパフェですね、これね。はい、違います。クワトロチョコレート、クワトロチョコレートパフェです。クワトロチョコレートパフェ食べちゃったよ、ちょっと。森脇良介投手のクワトロチョコレートパフェ。チョコは間違いないもんな。そうですね、チョコレートアイスが乗っております。いただきます。はい、うまい。めちゃめちゃ美味しいですね。美味しい。はい、ここはシュークリームがねしっかり入ってるんですよね。まあ、チョコレート尽くしということなんですけれども、このカスタードクリームが入っているこのシュークリームがなんと1個2個3個も入っています。こちらもいただきます。ひんやりしてる。気持ちいい。そう、組み合わせ的に間違いないよ。そうですね、このチョコレートアイスとカスタードクリーム、下にホイップとか入ってるの。そうですね、ですのでお好みでこのホイップクリームをつけて。え、クワトロチョコってことはさ、チョコレート4種類泣きだ。そういうこと。で、下に四角い。そうですね、ここにしっかりとですねチョコレートケーキみたいなのも入ってますし、下にコーンフレークのようなザクザクした食感のものも入ってますので、4度美味しいですね、一度にね。なるほど、終了ですか。美味しいです。怖いわ。山田くんの勝負聞いてて思ったんですけど、やっぱりその美味しいとかうまいに逃げてるなっていうのが、ね、先輩ディレクターに言われました。そんな食レポはやっぱうまいとか美味しいとか言わずに美味しさ伝えるのが食レポなんですよ、ね、いただきますね。チーズ&クッキー、源田くんの。いただきます。先輩見せてくださいよ。うまっ。いや、めちゃめちゃ言っとるやないかい。うまっ。すぐ言っとる、すぐ言っとる。めっちゃうまい。うまい言ったらいけんって。でもなんか見た目がさ、ちょっとバニラっぽいけど、やっぱりチーズ、チーズなのよ。濃厚な感じ。結構チーズ。そう、結構チーズ。下、下何が入ってる。下何やろな、これ。ブルーベリー。いただきますね。何ブルーベリーに、このチーズ、さっきのアイスが濃厚やったのは、この舌がさっぱりさせてくれるから、この濃さが良かった。なるほどね。正解が分かりました。オレオは、オレオ。でしょうね。オレオはオレオですね。岡田選手です。これすごいレインボーですね。アイスが溶けてますけどね。アイスはコラボ。いや、これも贅沢の夢のコラボレーションですよ。これ贅沢の夢のコラボレーション。うわぁ、ハピネスだわこれ。うちの中幸せやわ。ハピネス、うん、ドリーム、ハピネス、ドリーム&ハピネス。これめっちゃいや、ね、これすんごい夢の国にあっても不思議じゃない。めちゃくちゃ甘い。なんかポップな感じだもんね、うん、色味も味もポップですね、うん、はい、おいしい。土井さんはこれは玉崎くん、これ黒ごま。ちょっとこれポップに比べたら渋いけど、この黒ごまアイスが乗ってて、で下にあんみつ。一口でザクッと言ってください。これいきますね。あんみつとちょっとどうかな、わかるかな。ホイップ、これはあんみつと黒ごまアイス。これはあ、こうくるんや。どう来たんですか。説明お願いします。なるほどね、こうくるんやね。だからもう言うたら、この他の3つはもう完全に洋なのよ。でもこれもう和と和で完全にこの殿崎くんだけ別物。あ、テイストが違うと。そう、だからちょっとね、和の気分の人はこれ絶対食べた方がいい。うーん、で、あ、蜜と合うな、黒ごまが。あ、土井さんの地元ね。え関西っぽい、なんかその京都っぽい感じですね。大学ね。大学は京都ね。そうですね。
大阪の南やね。ああ全然違ったわ。どっちかって言ったら和歌山寄りやね。どっちかと言ったらそうだったんですね。そう、いや京都かと思った大学でした、失礼しました。全然わからん。地元思い出すねとか言おうとしたら違う。いやでもいいよね、ほんまに。いやジャパニーズソウル。